司令官、エルンストブッシュラ中央軍集団の少量たち。左から二人目が、第二軍司令官バイス上級大将。その右が、軍集団参謀長、ハンスクレープス大将。バルターバイスは、ドイツの軍人。最終階級は、ドイツ国防軍上級大将。ティルジットに生まれる。1908年3月に、ドイツ陸軍に入営。第一次世界大戦に従軍。 第2級及び第1級鉄十字章を受章。大戦後も軍に残り、ドイツが再軍備を経て1939年9月、ポーランド侵攻を開始したことにより、第2次世界大戦が勃発すると、第1軍団参謀長に任命される。1940年12月より、第97警視団長。1941年1月。 第26不評師団長に転地独祖先に従軍。同年9月、選考により、騎士鉄十字章を受章し1942年7月、第27軍団司令官に就任。同年9月に、不評大将に昇進。まもなく、上級大将に昇進して1943年2月、第2軍司令官に就任した直後ドイツ十字章金章を授与される。 彼が率いる第二軍はその後中央軍集団の内翼を担って対戦後期の厳しい交代戦を戦うこととなる。1944年10月末、北方軍集団がソ連軍の攻勢によりラトビア西部のクールラント半島に孤立すると北方軍集団はクールラント軍集団、中央軍集団は北方軍集団と名称を変更され、第二軍も 北方軍集団所属となる。1945年3月には、北方軍集団司令に就任するが、わずか1ヶ月で、軍集団は解散、対面の状態で敗戦を迎え、アメリカ軍の捕虜となった。1948年3月に釈放された。西ドイツのバイエルン州アシャフフェンブルクで死去した。ありがとうございます。